回のチャンピオンカーニバル中盤戦に入ってまいりました。これより2回目のこのチャンピオンカーニバル優勝を狙いますジャンボ鶴田がローリングドリーマーのテーマミュージックに乗りまして新潟スパイク館リング上に姿を見せます。対戦お客さんが入りました。さすがにこの全日本プロレスの恩恵ジャイアント馬場のふるさと新潟市体育館熱気に包まれています。今日のこのジャンボ鶴田の対戦相手であります石川隆がリング上に姿を見せました。まだジャンボ鶴田の姿は見えません。花道をたくさんのファンが取り囲んでいます。今カメラがジャンボ鶴田を捉えました。ご覧のようにたくさんのファンがこの若き二冠の全日本プロレスの若大将ジャンボ鶴田に一度は触ってみたいというそういうファンの熱い眼差しがこの花道に注がれております。今そのたくさんのお客さんをかき分けるように2回目の優勝を狙うジャンボ鶴田がリング上に姿を見せます。大きな拍手で迎えられましたジャンボ鶴田、ただいま勝ち点12であります。両選手がリング上に姿を見せました。チャンピオンカーニバル公式戦に先立ちまして日本テレビより両選手に今花束が贈られます。ジャンボ鶴田勝ち点12、8戦6勝1つのリングアウト引き分け、そして1つの時間切れ引き分け、現在12点であります。これより両選手が紹介されます。リングサイドの30分日本勝負を行います。赤コーナー250番の石川隆が紹介されました。青コーナー250番のジャンボ鶴田、そしてジャンボ鶴田であります。これより公式戦30分の一本勝負が始まります。今日はこの兄貴分ジャンボ鶴田の胸を借りて自分の持てる力を十分に出したいというふうに言っていました石川であります。第10回チャンピオンカーニバル30分日本勝負の公式戦新潟市体育館中盤戦であります。おっとこの辺気合が入っています石川、兄貴分のジャンボ鶴田に平手打ちを見せました石川であります。この辺の気合の入った石川どういうふうにご覧になりますか。まあ、しかしこの試合はちょっと、石川君が、もう一回行きましたね、もう一回行きましたね、右手からの平手打ちです石川。さあジャンボ鶴田がエキサイトしてまいります。石川がかなり気合が入っております。受けて立つ立場になりますジャンボ鶴田、エルボースマッシュ強烈一発で石川が左の膝をつきました。現在勝ち点12点、この公式戦に勝ちますと単独トップに躍り出ます。ジャンボ鶴田ジャンピングにバット、石川の左の顔面を捉えました。これはたまりません。石川の表情が崩れます。石川の表情が崩れました。左のこめかみのあたりを捉えましたね。今リングアウトは懸命ですね石川ですから。冷静な石川であります。まあ、石川としてはですねまともに正面から言ったらちょっと勝ち目がないということは自分自身考えているようですね。そうでしょう、それはちょっと難しいですね。まあ、どういったところでゲリラ的な戦いを挑んでまいりますか石川隆であります。さあジャンボ鶴田の長い足を取りまして逆エビボストンクラブの体勢に入ろうとするところジャンボ鶴田がずっと耐え忍んでおります。この石川の右足がステップオーバー今いたしました。そして石川の120キロのウエイトをジャンボ鶴田の腰のあたりにかけます。この体勢ですとまだ不十分、ジャンボ鶴田の右の腕がお腹の中に入っていますのでこの辺ではまだボストンクラブ決まりませんね。まだ決まりませんねこれでは。まあ、石川としては相手のジャンボ鶴田がですね飛び道具があるだけにこういったグラウンドでの展開はどうですか。まあジャンボ鶴田のスタミナを奪うという程度ですね。タイが1回2回と入れ替わりました。ジャンボ鶴田開幕のブロディ戦この一戦優勝を占う大きな一戦だったんですが両者リングアウトの無得点試合、その後はスミルノフにリングアウト勝ち、ビル・ロビンソンに時間切れの引き分け、ビル・ハワードに勝ち、バック・ロブレーに勝ち、テッド・デリアスに時間切れ引き分け、
ストンパーに勝ち、マイティ井上に勝ちまして現在勝ち点が12。ロープに飛ばした石川の攻撃、しかしショルダータックルはジャンボ通貨の勝ち。エルボースマッシュ、この辺の技の一つ一つの切れ味、さすがに二冠王ジャンボ鶴田、やはり切れ味は十分ですね。そうなんですよ、切れ味はもう十分です。はい、人間風車ダブルアームスープレックス、相手は石川です。180センチの石川を後ろに放り投げることができるかどうか。右足を落としました。今度はグランドに持っていきますジャンボ鶴田、グランドに持っていきますジャンボ鶴田であります。ジャンボ鶴田はこのチャンピオンカーニバル第8回大会、昭和55年度の大会では見事に初優勝を決めております。第10回チャンピオンカーニバル2回目の優勝を狙いたいジャンボ鶴田。まあ鶴田君はね、切れ味はもう実にいいけれども、はい、絶対優位でありながらですね、ちょっとしたその自分のペースを乱すような甘さがあるですね、はい、時々それを見せるっていうのがちょっと心配ですね。まあこの初優勝を手に入れる最終の福岡大会のリング上、なんとしてもこのジャンボ鶴田としてはその辺第8回大会の初優勝の感激をもう一回味わいたいところであります。ブレンバースター合戦になりかけたんですが赤コーナーに逃れます石川であります。対デビアス戦なんか甘さの代表的なもんでしたね、このチャンピオンカーニバルで、うん、トーキック、そしてセカンドロープを利用してエルボーとしました石川です。まあ、石川としてはですね、思い切りのいいあのプエットリコス殺法ぶちかましを見せました。空中殺法、この辺石川はどこで出してくるかでありますが、ドロップキック、石川のドロップキック、思い切りのいいドロップキックであります。そして赤コーナーコーラーマット最上段に石川が今上がりました。そしてジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田に攻撃を加えようとする。さあ行った、フライングのボディアタック攻撃だ。さあ両選手が今消えて石川が入ってまいりました。石川がリングの中に入ってまいりました。思い切りのいい一か八かの攻撃、今ぶつからず、バリのね、とって素晴らしいですよ。まあ一か八かの攻撃だったんですが、非常に思い切りのいい攻撃を見せました石川。ジャンボ鶴田がリングの外、ジャンボ鶴田のお株を奪うようなそんな空中殺法でありました。ジャンボ鶴田もこれはいかんなというそんな表情ですね。だけど案外、まあ、あのダメージはそう深くないようですね。ロープ出しのブレンバスターを見せました。大技を次から次と見せています石川であります。しかし鶴田としてはこの辺考えているでしょう。考えています。さあ立ち上がった、もう一回フライングのエルボーバット攻撃だ。さあカバーに行った石川、大金星を上げるか、大金星を上げることができるかどうか石川。さあ今度はロープに飛ばしてジャンボ鶴田が攻撃を加えようとする。もう一回ロープに飛ばしてバックを取った、バックを取った、バックを取った、回転エビ固め、回転エビ固め、カウントが入る、払いのける、石川が払いのけました、石川が払いのけます。今度はもう一回石川が回転エビ固め、カウントが入る、カウントが入る、両選手回転エビ固め、青コーナーコーナーマット最上段に立ち上がりました。さあダイビングのボディアタック、もう1回空中殺法、今度は体を入れ替えたジャンボ鶴田がそのまま上から襲いかかる、カウント3、カウント3が入りました。やっぱり鶴田君が読んでましたね。よく試合の流れを読んでいましたジャンボ鶴田。大技の次から次の石川の攻撃をよく読んでいましたジャンボ鶴田。勝ち点これで14と伸ばしました。この時点でジャンボ鶴田単独トップに躍り出ました第10回チャンピオンカーニバル。